ですか。止めてください。自分で歩いていいですか。いいっすよね。さんの手術見守らなくてよかったんですか。あいつと一緒に戦うんだ。小林、勝って時雄に自慢してやろうぜ。芹沢軍団が100、 GPS が70ってとこか。数もそうだが戦力が違いすぎる。 GPS に勝ち目はねえ。どうかな。俺にはできません。すっきりした顔しちゃってよ。どうせ向こうには筒抜けなんだろう。俺の書いた絵図バカだよお前。破門じゃ済まねえぞ。おい車出せ。ありますよ。Yeah!
の池内までは命果てでも守ってやるよ。おら、う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 ら、芹沢軍団が押してるな。あ、俺の言った通りじゃ。まあ見てりゃわかるさ。止まれや。ねえ、おセリザーの首だ。なんで武装のバンドを引いてと。奴の性格上単なる気まぐれだろうな。すげえ、あれだけの数で一気に互角になったぞ。待ちど、おい、ウサイク、あげ、顔面整形してやるよ。あげ、待ってこいや。さっそくやるか。イタジ、ちょっと黙ってろこの豚野郎。
違ってたよな、これ。やるよ。ほっとけ。薬剤になったこと後悔してるか？してません。Yeah!
北条兵。決心止め！源氏、源氏、くそったら、お前と出会わなきゃ、俺の人生はもっとくそったらだった。ありがとうよ、先輩。病院からだ。時は勝ったんだよ。
治、俺生きてるぞ、生きてるぞ。悪いな、おめえ倒さねえとスズランのてっぺん取れねえんだ。スズランにてっぺんはない。あんたが芹沢を倒したように新しい奴が次から次へと出てくる。それがスズランだ。その相手をしているうちに卒業ってことになる。制覇は夢となって消える。それはどうかな。容赦しねえぞ。